この動画は、ボイトレで使われる専門用語を、説明していきます。どうも、イッキ TV の畑中一輝でございます。毎週金曜日ボイトレ動画、今日もね、皆さんと一緒に音楽を勉強していきたいと思います。それでは早速ね、参りましょう。本日のトピック、ボイトレ専門用語集その1でございます。ボイトレ動画シャープ1がですね、非常に好評でして、皆さんからね、たくさんの、高評価と、あとはいろいろなコメントをいただきました。本当にありがとうございます。まあ、その中でも、まあ、説明はなんとなくわかるんだけど、専門用語が多くてわかりにくいところがたくさんありましたと、そういったコメントを何件かいただきまして、であれば、まあ、ボイトレでね、よく使われる専門用語を、紹介したいなと思って、この動画を撮っております。まあ、このボイトレ動画結構取りだめをして編集をしてるんで、まあ、ちょっと時間軸がね、前後してしまうこともあると思うんですけれども、まあ、そのあたりはね、ちょっとご了承いただけたらなと思いますね。いつもはですね、症状、原因、改善、習慣、この4つのカテゴリーで説明をしていくんですが、まあ、今日は用語集ってことなんで、いくつかね、専門用語を紹介していきたいなと思います。で、このその1、パート1のこの動画で説明できない範囲もあると思いますんで、またその2、その3みたいな感じでね、続編で、ボイトレ専門用語集の、動画を作っていきたいなと考えておりますので、もしわからない単語とか気になる言葉がありましたら、ぜひ、コメント欄の方に残していただけたらなと思います。それでは早速参りましょう。まずですね、この動画で紹介する単語は結構基本的なことになりますんで、ぜひとも皆さんで、マスターしていただけたらなと思いますね。まずはチェストボイス、こちらはですね、実声とも言います。またですね、僕らが普段こうやって喋っている話し言葉、口語、こちらを地声と言うんですけれども、実声と地声は全く別のものになりますので、ここは差別化します。地声、これはいつも喋っている話し声、実声っていうのは、まあ、歌声だと思えばいいです。で、この実声には倍音と呼ばれるね、まあ、シンプルに言えば、まあ、声のきらびやかな成分っていうんですかね、そういった成分がたくさん含まれています。例えばですね、ドの音、ドーって音を声で出した時に、実はこのドを鳴らしてるだけで、ドーソドーミーソーシドーレミーっていう上の音も実は鳴ってるんですね。この一番下のドーっていうこの周波数の倍のヘルツを稼いでいた時に上で鳴ってるもの、これが倍音です。この倍音で歌っている音楽が、ホーミーっていうね、民族音楽があるんですけれども、まあ、僕そんな上手くないですけど、ちょっとやってみると、イヤオーイヤオーイヤオーって音は固定で、口の中の倍音を変化させて歌うっていう、そういう音楽があるんですね。まあ、これも倍音を変化させて歌ってるっていう。まあ、ちょっと話が逸れちゃいましたが、実声は歌声、地声は話し声、こんな解釈でいいと思います。実声の部分をチェストボイスと言います。次ですね、ファルセット、まあ、世間一般的には裏声を指します。で、直訳は息混じりの不確かな声、こんな感じです。で、裏声にも、バリエーションはいくつかあります。まあ、この件に関しては前回の、シャープに詳しく説明しておりますので、興味がある方はぜひジャンプして、チェックしてみてください。さあ、次いきます。音程、そして、ピッチという言葉があります。日本語で揃えますと、音程と音高になります。で、音程の方はインターバルっていう言い方をします。音高はピッチという言い方をします。これ何が違うのってことなんですけど、まず音高からいきましょうか。音高は音そのものをダイレクトに点で狙うっていう考え方です。どの音がここにあったらドーって音しかないっていうことです。音そのもののことを示します。これが音高、ピッチっていう言い方をします。じゃあ音程って何かっていうと、2音間の幅のことを言います。例えばドーミー、この幅のことですね。例えばですよ、あーって歌えなきゃいけないところを、あー音が上がりきらずに、まあ、中途半端な響きになってしまった時、この時は音程が悪いって言い方をします。どの音を弾いた時にドーだったら OK なんだけど、ドードー、ちょっとフラットしてしまうとか、ドー、少しシャープしてしまう。これは、音高が悪い、ピッチが悪いっていう言い方になります。この違いもよく間違われやすいポイントなんで、ぜひね、チェックしていただきたいなと思います。さあ次、声帯。皆さん喉仏があると思うんですけども、ここをね、咽頭と言います。咽頭。で、この咽頭、喉仏の奥に、まあ、こうやって音が作られる、振動する弁があるんですね。まあ、なんかじゃがりこぐらいのサイズなんですけど、で、これがパタパタパタってね、1秒間にだいたい1000回から2000回ぐらいのね、スピードで、ものすごい速いスピードで、パタパタします。で、普段僕らが喋ってる時も、実はすんごい勢いで、ブルーラーってこう振動してるんですね。まあ、これが声帯です。で、この声帯っていうのは、音がめっちゃちっちゃいです。めっちゃちっちゃい音です。
で、このパタパタしてるものをいろんな空間で音を拾うってことですね。で、ここで出てくるのが共鳴空という言葉です。共鳴空っていうのは体のいろんな空間のことを言います。例えば肺、肋骨、この空間を共空と言います。で、さらにこの口の中、この口の中の空間を口腔と言います。で、さらに鼻の奥ですね、まあ匂いを感じたり鼻水が作られるポイントですけど、この鼻の奥の空間が鼻腔と言います。まあ、もちろんいろんな空間があります。例えば目のくぼみだったりとか頭蓋骨とか後頭部とか背中とか、まあいろんなポイントが存在しますけれども、基本的には胸腔、口腔、鼻腔、この3つをまあ押さえれたらいいかなと思いますね。またこの共鳴腔を使ったメソッドね、今後出していきたいなと思っています。あとはですね、横隔膜と呼ばれる内側の筋肉の話ですね。ここは腹式呼吸のメソッドでやるんですけれども、まあ、肺を動かす内側の筋肉がありますよってことですね。ちょうど大体ここら辺になります。まあ、これが横隔膜っていう名前がついてますね。で、ラストですね、本日のトピックの最後の内容になります。ハイ、ミッド、ローっていう言葉です。これは何かというと声の周波数の持つ高さのことを示しています。で、音程や音高、インターバルとかピッチっていう音の高さの話ではなくて、まあ、声の持つ成分の話ですね。例えばですよ、お相撲さん、関取の方っていうのは割と重い感じの喋り方、まあ、体が大きいっていうのもありますから声もちょっと重くなりますよね。あと例えば鼻が詰まった女性とかは割とこうギラギラしたような声になってしまうっていう風に、人それぞれでギラついているポイント、モコモコしているポイントっていうのが高音域、中音域、低音域で微妙に違ってきます。例えばですよ、同じドの音でもドーなのかドーなのかダーなのかで若干違いますよね。ピッチとしては同じドなんです。でもキャラクターが全然違いますよね。言ったらこういった成分の変化の時に使う用語としてハイ、ミッド、ローっていう言い方を使ったりします。この概念はですね、割とこう DTM、楽曲を作ってたりとかマスタリングエンジニアさんとかっていうのはものすごく詳しいんですけど、イコライザーっていう機材があって声の周波数をね調整するっていう機材があるんですけれども、まあ、そこから来てますね。ちなみにさらに説明するとハイの上にも実はもっと上があって、トリブルっていう超高音域があります。まあ、要は例えばモスキートーンとかもっとキンキンする音ですね。僕らが出せる音域っていうのは大体ハイ、ミッド、ローというところなんですね。で、さらにローから下もあって超低音域、これがベースと言います。まあ、例えば皆さん最近主流になっている EDM サウンドだったりとか DJ さんがみたいな感じでモコモコしたとこからいきなり明るくなったりみたいな、そういうなんかこう DJ プレイをやってるとこ見たことありませんか？あれはまさにね、イコライジングの派生のカットオフっていう考え方なんですけど、上の成分を削って割と重たくしたとこから明るくなるみたいな何をやっとんだ俺は。まあこういう周波数の調整でキャラクターも若干変わったりするっていうことですね。ですので、ハイ、明るい成分、上の音ですね。そして、ミッド、中音域。そして、ロー、重たい成分ですね。低い成分。まあこういった感じで、ハイ、ミッド、ローっていう言葉は僕の説明の中でよく使うので、ぜひとも押さえていただけたらなと思います。はい、ということで、本日のトピックは、ボイトレ専門用語集その1と題しまして、いろいろな言葉を紹介してみました。また重ねてになるんですけれども、ぜひともね、わからないこととか興味があること、ぜひコメント欄の方に残していただけたらなと思います。答えられる範囲で答えていきたいなと思いますし、新たな動画のトピックとして採用することもありますので、ぜひともね、今後とも一緒に音楽を楽しんでいきましょう。パート1の動画はこちらに載せておきます。そして、すべてのね、最適なパフォーマンスにつなげるために、この腹式呼吸、かなり重要になりますので、ぜひともチェックしてみてください。毎週金曜日20時に、ボイトレの動画をアップしておりますので、ぜひともプレイリストをチェックしてください。合わせて、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ということで、イキTVの働きでございました。みんなに幸あれ、ピースヨー、イエイ。本日もご視聴ありがとうございました。